こんにちは。ライフソウルデザイナー安代です。今日は、2020年後半、これからの流れについてちょこっとお話ししようかなと思っています。今 YouTube とかスピリチュアルとかいろんなの見てる人いらっしゃると思うんですが、先の見えない不安っていうのは、実はこれ全員にあって、なぜならこの時代って今新しい時代をクリエイトしている最中なので、実は誰もこれから先のことなど実は見えていないっていうのが、今の状況になります。なので何をするにも何をチャレンジするにも現状を維持するにも、結局私たち今の状態ってこの先がどうなるかっていうのは誰もわからない不透明な状態なので、まずそこはあまり不安になりすぎないようにしていただければいいんじゃないかと思います。理由は皆さん同じ新しい時代なので、前例がなくデータがあまり役に立たないような時代に入ってきているので、もうだからよく皆さんが周りの人もおっしゃってるんだけど、自分の直感を頼りにする以外ここからの時代は切り抜けていけないんじゃないかっていうふうに言われてるのは、そういう意味でそのように言われてるってことになります。なので皆さん自分の直感を信じるためには、ここでだからいい食事といい瞑想と自分をリラックスさせて軽やかでいるっていうことが自分の直感を研ぎ澄ます状態になっていくので、やっぱりそこを整えていくことがかなり重要にこれから先もっともっとなってきます。なので食べる、瞑想する、自分の時間を取る、内観する、ここら辺はこれからのなんか三種の神器じゃないけど大事なものになってくるので、ここら辺に関して皆さんといろいろ一緒にやっていけたらなと思います。私の周りにもそういうことを詳しいプロフェッショナルな方々がたくさんいるので、これからいろいろご案内していきたいと思いますし、コラボレーションもいっぱいしていくので楽しみにしていてください。それではありがとうございます。またね。ライフソウルデザイナー安代でした。